藤井松平家は、松平長近の椅子を、年長を外する松平氏の所流十八松平の一つ。藤井城市の秘密川国壁海軍藤井を領した、ことから藤井松平家と称する。二代松平慎一は、小牧、長久手の戦い、関ヶ原の戦いなどで活躍した。徳川家康からの信頼も厚く、慶長六年には大名に列し、 日立国にイハーリ軍土浦藩三万五千国を、領した。三代、松平新吉は、安保神だったが、四代、忠国から山城守を世襲した。忠国と、古、信行の二代で、上野国高崎藩五万国丹波国四の山藩五万国張馬国赤石藩七万国山和国軍三、藩十二万国 下宇佐国古河藩九万国と各地を違法された。しかし、六代目の松平忠行が乱心して、改役される。その後、忠行の同母邸で、山和国恐竜藩をもだった松平信道に、家督相続が認められた。備中国には西藩三万国を経て、出和国上の山藩三万国に違法となり、改めて山城を守るに助任された。子孫は、 上山藩に定着し、幕末まで存続するが、奥上津列藩同盟に加わって、新政府軍に抵抗、後に強順した。松平新吉の次男、忠春を初代とする冒険。こちらは、伊賀守を世襲し、駿河国田中藩二万五千国、東都海国掛川藩二万五千国、丹波国亀山藩三万八千国、武蔵国岩月藩四万八千国、 田島国伊豆市藩4万8000国を経て、品濃国上田藩5万8000国で定着し、幕末まで存続した、老中を排出している。判例。一実践は、実施、転戦は要使。二数字は、家督継承順。藤井松平家刑図。藤井松平家刑図。ありがとうございます。